JFA 関係者、久保、代表交渉門前払い。21年東京大会の3位決定戦でメキシコ代表に敗退直後、人目をはばからず大泣きして、その悔しさを糧に、リベンジ、に燃えて、スペイン一部のレアル、ソシエダの久保健22もパリ五輪への出場は絶望的だという。JFA 関係者はこう明かす。前回の東京大会ではそんなことはなかったんですが、パリ五輪に向けてクラブと選手招集の交渉に行っても、ほぼ門前払いに近い状態で、本大会に向けた選手派遣にはあまり聞く耳を持ってくれません。あるクラブの関係者からは、今度の五輪はお前たちの国でやるんじゃないんだろうと言われました。できるだけトッププレイヤーに出てほしいというのは、あくまで IOC の意向ですからね。正直五輪でサッカーは他に大きな舞台を持ってる。無理してトッププレイヤーを出さなくても良いのでは。サッカーに限らずその競技で業界、選手が潤っていればオリンピックに魅力を感じない。クラブとしては怪我のリスクを冒して選手を送り出すメリットがない。五輪は将来性豊かな若手主体で欧州に行くための踏み台にしてほしい。五輪の直前に欧州選手権があるからだよ。両方とも4年に一度だから欧州はユーロの方を重視してるだけ。五輪に大事な選手を差し出す余地がないのは当然ですよね。日本が強くなった証なんだろうね。海外でプレーする選手が増えたからこそ。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。